おざます。ツイッターでフィガリさんのモノマネを募集したら、元ガジェット通信の萩大木さんという方がエントリーしてきました。本物ですね。今はトラック運転手のことですが、フィガリさんと一緒に働いていたからモノマネも可能とのことで、知り合いですか？はい、知り合いです。一応太って目がかけました。共通するのはありですか？共演すると別にいいんじゃないでしょうか。あれだよね、あの目覚ましテレビに出てますよ、萩大木さん。なんかあの目覚ましテレビに旅部っていうので、その横山みどりさんとハニー大木さんと力也さんの3人でその秩父の方を旅をするっていう時に、なんか認知症のトラックにたまたま出会って、でその信号無視とか一時停止しないみたいなトラックがあって、で止めて力也さんが話聞くみたいなのが、なんか目覚ましテレビで流れたらしくて、そこにもハニー大木さんいますよと。はい、